どうですか師匠、深夜の海は凪でいいですよね。今日雰囲気はいいですよね。あず工房さんですか。どうもどうも。顔出し OK なんですか。全然 OK ですよ。あ、いいですか、はい、どうもどうも。いつもあのコメントありがとうございます。はじめまして。いやいやいや、やっとお会いできて光栄です。いえ、こちらこそありがとうございます。お世話になってます。師匠、師匠のファンで。師匠のファンなんですね。そうなんですよ。本当ですか。なんかいただいてます。あ、ありがとうございます。わざわざご丁寧に。どうも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 。一応師匠モンスター釣ってもらおうと。あ、すいません。すごいお若いですね。なんかもうラップかなんか歌ってくるんじゃないかなっていうぐらいのイメージがありました。全然釣り初心者なんですけど。マジですか。全然です。息子さんおいくつにならないですか。今年二十歳になったばかり。二十歳で、はい、まあ、せっかくなんでですね、ちょっとあの鳩場飯を、はい、食べていかんですか。あ、ありがとうございます。ほらほら、来た来た来た。今日は何ですか師匠。鳩場飯は鍋焼きうどん。鍋焼きうどんですね。超豪華やろ。いやいや、あ、崩れた。いや、卵またいいですね。とろけ出してますよ、卵が。師匠はこうやっていつもですね、手作りで作ってくれるんですよ。優しくないですか。優しいですね。しかも美味しそうですよ。人を置き去りしたりするのにですね。いや、あれはいいです。あ、見たことありました。まさかの、あ、悪いのこれ、ダメだこれ。海の防波堤で卵。今日魚は入ってるんですかね、これ。海鮮は入ったよ。エビ。エビですね。釣り具で買ってきた。このこれは絶対2人では食べれない量ですからね。食べれない量だね。そうですね。いや、美味しそうですね。四平のやつって いつぐらいから見てくれてましたっけ。結構前から、最初の方から見てくれてました。最初の方ですね。八兵衛さんが出てくるぐらい。八幡沢の一号の時はもう見てましたね。あ、見てました。八幡沢。薪のうどんで作った。だけん巻きのうどん行ったんですね。そうそう巻きのうどんで買ってきましたもん。あ、もうエビちゃんも取ってください。いや、本当ですね、巻きのうどんでなんか食べていくのかなと思ったんですけど。はい、いただきます。いただきます。あずさん、もうもっともっとがっつりいってください。おいしい。冬はかなりいいですね。寒いからですね。まさかなんか今日もおいしゅうございます。鍋焼きうどんをするとは思わなかったですけどね。僕今日は自分で過ぎますね。鍋焼きですか。鍋焼き。なんで鍋焼きなんですか。普通のうどんを作ろうとは思ってなかったんですね。見た通りの具材。こだわってるな。こだわってるな。どう思います、あずさん、これ。舞茸がこだわりですかね、やっぱり。舞茸ですね。するかな、これ。ごぼうですよ、ごぼう。いただきます。卵を食べてください。卵が好きな。さすがに卵落としたら怒ります。え、あ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 、悲鳴を躊躇されたんだ。なかなかやっぱ落とせないもんですね。ありがとう。あ、どうぞどうぞ。麺が全く入ってない。出汁を買ったんですか。高級すぎて。なんか僕はやりようみたいな感じで申し訳ない。メガジャキを。はい。またなんかいいなんか高いのばっかりなんかもらってですね、このあれしたらもうやみつきになりますよ。エナジードリンク。飲まれて夜がですね、越せないんですよ。いつも願掛けでモンスターを飲んでですね、大物が釣れるようにと。なるほどですね。レッドブルはですね、金魚が釣れそうなんでやめてます。もうなんか飲むのやめた。これあれです、コストコ。なんか明るくしてから魚寄ってこんで人ばっかり寄ってきような気がしょうがないんですけどね。1600円。アメリカのメーカーなんですけど、メイドインチャイナなんですよね。でもレンズに作った中国人の指紋がいっぱいついとったんですよ。そっちついとらんば。あ、こっちついてない。フレンドベタベタついとるもんね。ついてないやつを選んでもらったらしい。でも指紋がね、中についてる。まあでも1600円やけんですね。で、なんか後ろもこれ光るんだよね。あらあら、あら、ほんとだ。点滅もする。安全性もいいからですね。これ決してあのライトのレビューじゃありませんから。コストコのステマでもね。それではいつも視聴してくれるあずさん一家でございました。どうもお疲れでございます。ありがとうございます。わざわざ来てもらって。本当お邪魔しました。お邪魔しました。いえいえ、まだ遊び来てくださいね。はい、わかりました。頑張ってください。堤防でお待ちしておきます。はい、少し入れまして、これをこんな感じですね。お弁当みたいですね。そして上から
倒しますね。こんな感じですね。こんな感じでぶっ込みたいと思います。それではこのまま飛ばしますよ。用意。なんか当たりが出だしましたよ。なんかな、そんなに大きくはないな。よいしょ、来た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 。チャリゴですね。よし、チャリゴが来ました。一発目、新しい仕掛けに来ましたよ。来ましたよ。2発目すぐ来ましたね。よいしょ。あ、ちっちゃいな。あ、でもチャリゴじゃない。何回やこれ。お、アラカブ。しょう、アラカブも来ました。しょう、どんな感じですか。うん、テスト完了。テスト完了ですね。まあ、あとはちょっと改良しないといけないですね。でももう間もなく朝まずめになろう。そうですね、まだやります。朝まずめまでちょっとやってみましょうか。あらっぽいですね。上がってこい、上がってこい、上がってこい。うわ、稼ぎだぞ。あらっぽいですね、なんか頭の振り方が。あらじゃない、これなんだこれ。アナゴ？なんか気持ち悪いなこれ。なんですかこれ、でっかいっすよね。あ、師匠、朝ごはんが来ましたよ。来たらいけないやつが来ましたよ。太いしつくねこれ。ハモ？あ、アナゴ、アナゴ。あ、アナゴだ、アナゴで間違いない。握ってよ。なんで、アナゴ嫌いですか。ん？アナゴ嫌いですか。ゆるゆるするやつか。そうですね、これ飲んでもらってからタオルしかないですね、いい感じですね。うふって、師匠、それちょっとかわいすぎませんか。そうですね。朝松目一発いりす、さよなら。はい、耐えてますよ、耐えてますよ。うわー、バリ引く。あ、朝まずめ。あ、来た来た来た。あらですね。あら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 。あらですよ。あらら。どうする？盛り上げる？ちょっと台回して。あげれます？多分あるんですけどね、後ろ。あらが来ました、バイ。あらが来ました。くそ、何センチぐらいあります？重たかったけど40ぐらいかな。でも太いですね、丸々太いですね。いやー、あ、50はいってますよこれ。あ、最高新記録出たこれ、師匠。多分ちょっと測ってみましょう。いや、これさっきの消えたのこんなもんじゃなかったでしょ、ね、はあ、これはまた太い。ダブル撮りになってます。ダブル撮り、ダブル撮りになってます。これ新しいカメラ？新しいカメラです。これかっこいいね。来ましたね。あ、50あるばい。50ありますね、この前より大きいと思いましたよね。これこの前のよりいいじゃないですか、なんかずっとここら辺あらが釣れますね。全然全然、あー50ない。
これぐらいから48ないぐらいですね。47.5 ぐらいですね。これ何測ってるんですか。これアラですね。このラインは味が、味がこと味が出てきましたよ、師匠。もう完全になんかあれになってんやん、開きになってんやん。開きになってますね。あれ針は針ないですね。あー、ついたついたまだ。あ、ついてますね。バリッと飲んどろ。あ、いやいや、くちゃーってしてごらん。あーって、あーって、あーしてごらん。あーしてごらん。あー、朝まずめの、ちょっと待って、沖縄に。すげえ早いね、アラはね。早いですね。アナゴちゃんはじゃあ沖縄でも、太鼓も大きいですもんね。ブー、ここのブーですよ、聞いて。なんか漁協で決まったもんね、なんか何センチかとかね。そうですね。あれ、シュッタブルとか。何くらそうやろ。やめて、俺のタバコ風呂。よし、じゃあこれリリースしましょうね。向こう側に行くよ。そうですね。うん、かわいいですよ。これるなよ、気がするけんな。大丈夫ですね、じゃあさようなら。チャ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 。おー、泳いでった。もうついでに4ペコも行こうぜ。わーって今から来るやん。すごいな、抜き方もですね。あずさん、ありがとうございます。いただきます。ごちそうさまです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。70度。お疲れ様でした。